どうもこんにちは。いつも盾の機体で成し遂げたいオンドレアスです。前半戦はガーディアンシールドのジムガードカスタムで300コストシンプルバトル。この機体シールドバルカンを構えてる時はシールドのカバー範囲が良くなるので、被弾しそうな時や狙撃されそうな時は、シールドバルカン構えといたらいいと思いやすね。地平層のビームガンはめっちゃ趣のある性能してるので、下手に撃ち合えばむしろ被害被る気がする。バルカンで分からせてやるのです。来た、おーらら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 ら、殺意マシマシのグフが接近中助けて感じむまん。さて、このガードカスタムの武装で強いのがこの片部バルカン砲。ガーベラテトラの機関砲と同じ射程、同じよろけ値ですが、連射レートも速いしダッシュ打ちもできる。これテトラにクレメンス。今だ、高速キャンセラー。ご覧のように下格闘も硬直が少なく、カウンターも取られにくいですね。これテトラにクレメンス。耐久力1万5000のシールド2、3連撃。スキルダメージコントロールで蓄積よろけも若干取られづらい面白い機体なんですが、あまり戦場で見かけないこの機体、超コストに斧の勇者がいるからね、しょうがないね。今だ、おしゃがみシールド。はい、ここしゃがむことにより、相手をビビらせ緊急回避を吐かせる高等技術。押し間違えてしゃがんだわけじゃないよ。マジでグフ多いですね。4機中3機がグフかな？グフVD、グフっぽいですね。しかしどれがどれやらわからんので殴るしかねえ。ガードカスタムクンがあまり戦場に生息してない理由、シュナイドクンがいるからっていうのもありますが、スイフリートのショットガンが刺さりやすいっていうのもありますね。盾が吸いやすいのと、スピードも旋回も速くないので捌くのもなかなか難しいのだ。ほう、このガードカスタムにショットガンのない機体で挑もうというのかね。バルカンばらまけば、あーら不思議一瞬で取れるよろけ。木の壁からこんにちは。木で手元を隠しカウンターをさせない伝統芸能。技の宝石箱ガードカスタムです。よろしくお願いします。全然効かんなー。2対1ドンと濃いな盾の力見せてくれる。うおおー。だが、普通よろけで花。グフのロッドは普通よろけ悲しいね。キー一句。後方からプレッシャー。今即タックルしてなかったらおそらく下格闘浴びてましたね。支援機に強行してもよかったけど、ここはあえてゆっくりやりましょう。ふふふ、なぜならグフはもう倒せるからね。無敵で裏取られるのだけ嫌だったんですよね。今のカウンター取れないか、やっぱガーベラテトラのカウンター受付時間ってやばいんやなって。チャットがあったけい、レーティングの喧騒を忘れるようなほんわかシンプルバトル、君もやってみないか。ジムガードカスタムの片バルカンは10発でよろけですが、ビームのよろけ値が40と意外に高いので、ビームバルカンなら一瞬でよろけさせることも可能。よーし、高所からバルカンばらまいちゃうぞー。あ、やばい、クソプレイ絶対許さないマンがいますね。はい、ここ特に何もないけどかっこいいワンショット。なんかめっちゃ借りに来るやん。もしかして私支援機と思われてる？ほらそんなことしてるからそっちの支援機がガラス機ですよ。ガードカスタムは追いかけながら捕まえることのできる機体。ちなみにこれができるのは300コスト強襲では多分こいつだけ。その体力なら、カウンターおそらく決められてましたが、相手のアーマーがなかったので不成立でしたね。しっかり機体を守り抜くスーパーシールド。これはシールドの仇だ。そしてシールドがなくなったことにより鬼みたいに速くなる旋回速度。シールドパージから繰り出すビームダガーの味は格別。整理実行、ダブルジャルです。ガードカスタムの勢いは止まらない。行くぞ、盾の勇者殿下の宝刀。ビームバルカン格闘スペシャル。瞬バリバリゾクゾクゾクで火力も十分。これが、盾の力ですか。旋回も速くなるけど歩行もかなり速くなりますね。ガードカスタム第2形態ですか。相手チームはリスポーンタイミング悪い印象受けますね。シスポーンって感じ。リスポーンクールタイムの短いシンプルバトルでも重要なリスポーンタイミング。対照的にこちらのチームはガチで勝ちに来てますね。圧勝からの本拠点リスポーンで絶対防衛戦。よし、ここを最終防衛ラインとする。あ、ごめんなさいね、ちょっと邪魔でしたね。いいかお前たち、飛び出してきたら一斉射撃だ。来るぞ来るぞ来るぞ、今だ一斉射撃。ふふ、一発も当たらなかなったんだぜ。我らのフルオープンアタックをすり抜けるとはただものじゃないですね。
シャアなのか？ほらどうした出てこいよ。来るぞ来るぞ。たあ一斉射撃。くっこいつもシャアか。最終防衛ライン突破されました。大幕薄いよ何やってんの。ナイスカウンター間髪入れない追撃は任せろー。このようにカウンターはされた側の無敵切れが早いので、一瞬の最大火力発揮離脱が最適。支援機がいるわずだ。一体こんなとこにいた。まだだ、まだ終わらんよ。スナイパーカスタム区には支援機なのにおしゃれカウンターでなかなかに小生意気ですね。瀕死のグフに最後の攻撃だ。ガーディアンダックル。ジムガードカスタムでした。久しぶりに使いましたがバルカンがなかなか強いですね。しかし盾の力はこんなもんじゃないわず。力が欲しいか。圧倒的な力が欲しい。すべてが憎いか。憎い、この世のガシャが。憎い憎い憎いを憎い。おはい、ベーシック無制限を噴霧の盾こと試作2号機でやっていくよ。開幕即ダッシュではなくチャージ始めてからダッシュ。仕上がってるよ、仕上がってるよ。筋肉コンポ、ハイズドーン。開幕から2体口刺しビームバズーカ。これが呪いの盾の力。そのまま流れるように中継制圧へ。初動はウォーク10ってところですかね。この開幕の中継制圧、強襲が取るのがセオリーってなってるんですが、理由は足が速く、なおかつ前線の壁役じゃないからですね。ここで冷静に敵支援機を探していきましょう。なるほど谷を挟んでこちら側に前衛がを。ということは谷を挟んで向こう側に支援機ですね間違いない。ゲルググですと？またやまた強襲乗ってきたのに支援機をらへんやつやこれ。ご覧の番組盾の機体の成し遂げり第1話、支援機大好きなんですが、変更いたしまして支援機いなくても強いの草でお送りしていきたいと思います。サイサリスなんですが緊急回避がなく一度足止められてバズ隠されると大体終了。さすがにそれは届かガーベラストレートすごい。バズ隠範囲内に入るならスラスターを吹かす。まずこれが大事。加えてバルカンを積極的に使っていくこと、これもめっちゃ大事。そしてビームバズーカのフルチャージに固執しすぎないこと。チャージ遅いからね。MVP 取るサイサリスは大事な場面で大体スラスター吹かしまくってて止まらず、キアラババルカン格闘してますね。これはいい持ちつき、ナイスなギナタですよ。逆にサイサリスうまく使えない、という人はビームバズーカフルチャージにこだわり、わずか距離でのっしのっし歩き。バルカン全然使ってない、苦手という人はいずれかもしくはすべてに心当たりあるのでは。カッチカチ噴霧の盾のおかげでかなり生き残っておりますが、逆に生き残りすぎて孤立感ある。この機体のバルカン、射程が200とガーベラの機関砲より50長くかゆいところに手が届き、豊富なマガジン、高いよろけちに火力、さらにダッシュ打ちもできる、バルカン界最強のバルカン多分。格闘が間に合わないなら強制噴射で追い詰めれるのも魅力。しかしカットされましたな。ちなみにこのバルカン、DPS が私兵装のブルパップマシンガンレベル1以上。使わない手はない。刺さりましたね。ちょっと離れてたからダメかと思った。とにもかくにもビームバズーカ撃った後のディレイ長いんで、撃ったら撃ちっぱなしじゃなくてなんかしたらいいんじゃないでしょうか。いけビームバズーカ。アウチわずかに遅かった。まあ倒せれば何でもいいでしょう。その人を馬飛してます。黒叩きしましょう。盤面は押されてるけどポイントは勝ってるよ。逃げ遅れた残党。キャノン付き？あれ？支援機おるやんマジか。Y に任せろー。うおーおーおー。セツコこれ支援機やない。キャンプファーや。チェストを？危ねえ。これマジでマドロックかと思ったんですよね。キャンプファーのバズーカ。結構見間違えるんやけどわかる人おる？巧みなステップでショットガンをしっかり回避。第2ウェーブは我がチーム盾のパーティーが制しましたね。ケンプファーがいい感じにアンチサイサリス性能してるので、ケンプファーには一番警戒したいところ。カウンターされてる。でも君が生み出したよろけは Y が活かすよ。バーリバリバリバリ。しよ、
ショットガン、まさかキャンプファー、やばくね。危ねえ、今度はこっちのターンだ。強制噴射の応酬、無制限の醍醐味でございます。ふぅー、止められたか、Y はここまでなのか。ここミスりましたね。ビームバズーカに切り替えなければ切りかかれてた。これは下角ありがとうございます。ナイス落ち着きです。わずかに邪魔だったかも。ごめんなさいねー。支援機不在ですが結構頑張れてる気がする。ビームバズーカが切れてるよ。切れてるよ。筋肉ポンポ、ハイズドーン。思ったより硬いテトラちゃん。ガードカスタムから受け継ぎしバルカン格闘。殿下の宝刀抜いちゃいますか？抜いちゃうんですか？わわあ、緊急回避格闘来るかなと思いましたが甘かった。テトラは制したけどステイメインにめっちゃガンにされてるメインで、ですよねー。悲劇派に、よだめも多分そこそこ出てる。このまま慎重に行きましょう。慎重に、慎重に、ハイズドーン。慎重になんてやってられるかよ、いから行くんだよ。汎用機相手にバチコン火力の出るフンヌの盾、初期のイフリート回思い出しちゃう。汎用でも痛いのに強襲なんて悲鳴上げちまうぜ。強い、これが強襲機の頂点ですか。久しぶりにサイサリス使ったんですけど、めっちゃいいですね。このまま押し切ると思ったけど退散、あの男、裏気と言ったか。機体が黄ばんでいるぞ、モビルスーツの手入れもこなせぬ男が私に勝てると思うな。あれ、何にも見えないよ。向かった、試作1号機は対爆機構がないから誘爆食らってたのか。ステイメンは対爆あるのでみんなも対面した時は気をつけようね。ぬぅ、ラジエーターを狙うとはな。これで決着だ、ナムさん。降落と言ったな、二度と忘れん。はい、支援機いなくても強くて草の巻でした。やっぱ強いですね、サイサリス。見た目が地味だから騙されがちだけど特にバルカンが強い。バルカン砲にセメント詰まってんのかいって人は意識して使ってみてほしいですね。それでは今回はこの辺で。